名前は正田千里です。年齢が44歳になりまして、職業は AV 女優です。日本ではアダルトビデオっていう作品があるんですけども、そのアダルトビデオに出演している女優になります。AV の熟女 AV っていう、ちょっとこう若い女の子たちよりかはお年を召したお姉さんたちとかおばさんたちが出てるアダルトビデオになりますね。それが熟女 AV っていう形になります。今4度目の熟女ブームっていう感じですね。僕ね、若い頃 AV って見てました。わあ、見てますね。まあ、例えばその時見てたね、まあ、それからもう十何年経ってるわけじゃないですか。今もし出てきたら見たいと思うでしょ。 AV 見る人が若い人ばっかりじゃなく、その時代を追ってですね、例えば30前後のぐらいの人がね、その当時で今見たらもう50近いわけですよ。だそういうね、あれが幅がね、もっと広がってると思う。見る人もそうだ。僕も今40もう半ばになるんですけど、ちょうど僕たちが学生から大人になるときに、その AV というか、そのビデオテープだったり DVD っていうのがこう普及されたときで、最前世紀だったお客さんたちがこうだん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 年を取っていって、その対象となるモデルさんが多分同じようにこう上がっていくんで、自分がやっぱり若い時は若い方を見ますけど、年を取って高齢になれば多分高齢のそのモデルさんの商品を見たいということなんで、多分こう年齢層が多分スライドしてってるんじゃないのかなと思って。8年お仕事させていただいてて、まあ、あの数々のこうインタビューだとか熟女の素晴らしさみたいなことをいろいろこう活字でも見ますし、肉声でも見ますし、なんか熟女万歳みたいな環境で仕事してるので、ちょっと自分が熟女でいることをなんかもう楽しんでいるっていうか、そういう部分もあるかもしれないんですけど、10代20代30代って結構やっぱいろんな人生を重ねてきて、やっぱ辛かった時代とか、自分どうなっていくんだろうっていうような恐怖感とか未来感とか、そういうのがあったんですけど、なんか今こういう年代になってしまうと、すごく人生が楽しくって、まあ、自分で多分好きなことをやってるからっていうのもあると思うんですけど、まあ、健康だったりとか、例えばこの熟女っている自分がアダルトビデオの中で、熟女 AV の中で、まあ、数言えば今ってもう本当何千人ってみんな AV 女優になりたくってプロダクションに応募してこの世界に入ってきたりするんですけど、その中でもこうやってお仕事をいただいて、自分の存在価値がここにあるっていう存在理由とかも多分楽しさの一つだったりするのかなと思うんですけど、今ねすごいなんかもうすごい硬くなっちゃって銀座にあります AV 女優キャバクラっていう銀座ゆりのお店になりますの店内ですね、はい、あの一緒にお酒をいただくっていう感じですね、はい、正田さんのことはやっぱりなんだろう、この微笑み、うん、なんか落ち着きますよね、うん、雰囲気というかやっぱりこのなんか私求められますよね、なんだろう、なんかだからこう落ち着くんじゃないですか、なんかこうのんびりしてるというか、もうかなり急いで出てきたので、なんかね、追い先短いからね、そうそうそうゆっくりと、いやそうそうそう、乗っちゃいますけど結構私の友達とかからよく言われることは、うちらの年代ってものすごくめんどくさいよねって言うんですよ。でなんでって聞いたら、厚かましいって
言われるぐらい情が深かったり情がこう結構絡むことが多いんですよ。自分の中でもあんまり私は熟女って思ったことはないです、はい、一応目指してるみたいな。なんか黙って座ってるだけで色っぽい人いるじゃないですか。仕草とか喋り方とかそういう風になりたいんですよね。日本ってとにかく若い子みたいなそういう風潮が今まであったじゃないですか。とかなんか時代も変わってきたのかな、うん、若い男性から好きですみたいな。そういうもうめっそうもない。割と私たちは幅広いですよね。上の方ももちろんいると思うし、本当に若い人がちょっとその若すぎるとちょっとびっくりしちゃうけど、でも本当にいるようなので、こんなんですいませんみたいなね、そんな感じ。若い人だとね、すいませんってなっちゃいますよね。うん、ありがとうございます、ね、感謝になります。そう、なんか聞いてみたい。どうしてそう思ってくれるのっていうのがね、あるかもしれない。うん、風をかけにしてね、うん、どこがいいのか言ってごらんみたいな。そうそう、言ってごらんっていう。それで生きていこうかなと思って ね、うん、ね、心の励みに。この先ね、10年生きれるかどうかですね。うん、無理かもしれない。無理かな今日は東京ファインの方の撮影会の方でオフ会という形で団体撮影会と個人撮影会を入れた後に皆さんでカラオケのオフ会という形で集まっていただいてやってきました。愛が生まれた日、この時真実は秘密だけ。翔太さんのファンって何歳ぐらいの方なんですか？20代後半から圧倒的に多いのがやっぱり30代、40代、50代ですかね。すごく若い人たちが増えてるっていうのはないかも。なんかイベントに来る人たちって本当にコアなファンになるので、私の何がいいのかも全然私自身も分かってないんですけど、千里ちゃんも頑張ってるから僕も頑張るよみたいな、なんかそういう同じぐらいの年代が多かったりとかします。18歳から35までは普通に会社員でした。私と同い年のお友達が渋谷で塾上 AV に出ませんかっていうスカウトをされて、まずそこで塾上 AV っていうなんかことを知ったんですよ。なんだ塾上 AV とはっていう。でそこから紐解いてって、お友達がなんか楽しそうだねって私が言った一言で本当にその世界に入ってしまって、でその彼女からなんかその世界の、まあ、業界の話を聞くようになって、あ、楽しそうだなって私も思ってしまって、まあ、人生に1回ぐらいなんかそんな経験をするっていうのもいいのかなと思って、で正常位で6音で、うん、しかもバーじゃなくて必ず6音、あ、必ずじゃなくてそのバーもあるんですけど、バー行くまあ、こう日常で普通のこう生活をしているとなかなか非日常的な空間だったりとか、自己解放というよりかはどうしても自己犠牲っていうか、子供がいたりとか社会経験するとどうしてもこう抑えてしまう感情とかがあると思うんですけど、全然抑えなくて好き放題やっていいんだっていう世界でもあるので、このお仕事をして自己解放の楽しさっていうか、日常のリアルな生活もありながらもパフォーマンスして、まあ、自分がその商品として存在価値があって、その場所で自分が好きなことをできるっていうのがきっと楽しいのかな。
に関しての熟女って言ったら多分こう中大がギリギリかなっていうふうに私は思っちゃいますね。で私がリミットを多分つけたってるんだと思うんですけど、 AV で表現できるパフォーマンスっていうその女の人の体の概念っていうのがやっぱり50代ぐらいでどうしても閉経を迎えてしまうっていうのもあるので、そのホルモンだったりとかっていうので意外と高年齢になってくると痛みが出てきちゃったりっていうちょっとネガティブな部分も出てくるので、お疲れ様です。意外と若い女の子たちが優遇されるなんかこうジェネレーションだったりとか、なんか私たちみたいな年齢でも若く見えるのが素敵っていうような風潮もちょっと日本のカルチャーにはあって、自分が今この年代になってみるとあんまり精神的な年齢というのは全然変わらなくて、親に守られて生きてきた時代があって、学生時代があって、社会を学んで、で社会経験で今度社会人になって、社会貢献をするようになって、まあ好きな人と巡り合って結婚して、まあ子供が生まれて子供がいて、一応その正統派な人生を、女としての人生を全部経験してきている年代の私なので、みんなもそうやって普通に日々重ねていけば毎日楽しく自分ができることとか、自分が今置かれてるなんかこう環境の中で生かされてる楽しさとか、そういうのを感じていければあんまりその年取ることの怖さっていうのはないと思いますけどね。どんどん楽になると思う。